見れば上がるんやろな。意外とこの時間帯結構少ないかなと思う。普通多そうに見えるよね、最終電車に乗ってもね。逆に言うとあっちの姫路から乗った人は逆に20時30分ぐらいとかなんか間に合わないんだよ。そういうことですね。ここも名古屋と同じやってんぞ。名古屋に20時31分乗ればそう間に合うって分かってんぞ。俺と同じ構図やってんぞ。俺と同じやってんぞ。結構そう、ここね、お塩が、あの、あっちの鶴がね、明石のようにね、そう、あっちの浜松と同じ、浜松と同じやってんぞ。こと、明石の皆さん、ありがとうね。いいところで、すごいね。新居浜の件は俺に伝えた。そう、おー、あんだけ、そういうぐらい、新居浜の現実。そう、意外と四国に関しては報道されてたよ、びっくりやな。意外とめちゃくちゃ観光で敷かれてた。びっくり。めっちゃ観光で敷かれてた。恐ろしい。ああ圧力食らってたよ。圧力食らってたよ。なるほど。どうやろな。わかった。あの新居浜の現実見てびっくりやろ。あれの人数あんないの。確か経済回復したって誰がいました。あ、知ってる。そこら辺 SNS 用になるネット用でいいんや、あいつら勝手にやって左翼とか飛行機勝手に増えて情弱やろ。俺は叩いたの。うん、見てあのネット用ね、多分 S 買いんじゃない。あー手取りじゃないの。あいつの会員ね、数千万いるんや。あいつ会員費から年収得てたよ。さあ、達成してると思う。それはなぜかね、国家公務員の中央公務員のテロリスト、テロリストだから誰も文句言わない。これは何で言ってる。すごい子結構は渡辺一家もさ、会社役にやんできる納得やさ。それもね、政府公認のテロリストやったみたいな。確かに。だからあいつらがディープステートで、日本の場合はね、他の国は知らんね。どうなってるの。イコールイルミナティは限らんからね。イルミナティ分裂してるんやろ。分裂してるんやろ。ベンジャミン・フローさんが言ってたのさ、なんか表と裏の勢力で。思ったよ。もう、今、多分日本のディープステート問題してるんだな。私は安倍晋三らの集中攻撃してる。俺は芸能界集中攻撃してる。ああこいつ、さあ今自民党戦えてみよう。さあ王朝持ってる内閣府の本庁舎のところにさあ中で、あの普通そんなもん届いたら、こんな郵便物普通届けるか。さあよう容易にいいね、郵便ポスト入れるな。ああいうとこは入れんのかね。もうこうあの周りの警備みたいな、そう、まさかタクシー行ったとかびっくりやな。こういうそういうもんね。そう、そういうこと。多分ね、神戸と明石対立してると思う。多分明石目線やと、神戸の北西部かあそこの土地上だんやけど、上だね。そう、あの土地あげたらさ、そう、周辺連合体とか作ったらどうや。うん、その方がいいよ。うん、結成できるアンガシの、ね、経済力でさ、周辺経済再建もできるから、多分あるんですよ。多分間に合うやろ。多分新居浜への支援も四国全域多分まかないんじゃないか。さあ、JR 四国ずさんの気にしてたんや。びっくりした。本当経済回復したんかと思う。疑ったのかな。この人たちね、さあ浜松も意外と政治面で低かった。さあ低かったやん。さあ経済変調の場所が意外と低かったやん。この人たちは高しでしょ。泉さん、あのはっきりもその通り、もうみんな高いやんやな。大阪はほとんど中間。
政治も経済も高いってことやね、うん、政治年で高いんや、ね、その証拠にあの住民と引けず、あ、あれか、知ってたんやんな、海外行くと大阪の大変大部分そう、国会議員の枠はそう、大阪日本維新の会は防衛してるって現状やねん、そう、防衛ことやん、防衛し始めたんや、その地域で、あ、自民党があれんな、大阪以外なんで圧勝してるの、あ、不正選挙だよさ、沖縄を除いてるどこだ、不正選挙ね、多分兵庫も危ないわ、もうここは大阪い日本維新の会次第やな、そう、日本関西全域の、ね、議席を半分以上制圧すれば、なんとか何やろな、うん、一応なん、あの、近江ね、滋賀県にも、一応日本維新の会進出してるで、そう、藤井氏さんと市長選挙で喧嘩したよ、2018年、ああ、そういうのからね、正念場やったからね、ほんと、びっくりや、あ、来年の女の長浜市長選挙だよ、残念だけど、多分今年の衆議院議員選挙次第だよ、もう、多分危険、つまりボイコット、英語でボイコットね、せざるを得ない、あ、あのアメリカ西側人態度、よう分かった、北朝鮮ですら、もう、米朝首脳会の消極的になって、もう、状況コロナがね、トランプさん何回も会ってて、びっくりやん、もう、本当に中継、ムン・ジェインさんも会ってる、びっくりやん、そういうのが、もう現状維持で、そうでいいんだよ、中国は前で、米中合意してるから、そういうことやん、もう現状維持でいいんじゃんよ、ロシアが、これ合意してるやん、今、プーチン、首脳会議なんだ、ええな、トランプさんもあんまりなんか国外に移動できなくなって、そう。コロナ以前からさあ、テロ組織と取り締まりね、さあ、大テロ戦争を指揮しないとダメやったよ、まあ、シリアの、リビアの情勢もあるから、悪いね、さあ、代わりに頼む、経済問題を見せていったら任せてるね、さあ、ボタン任せてくれるわ、やってみよう、正直あんまり動けんね、そういうことや、あ、いやいや、メドベージュさん、そう、そう、むっちゃね、グルジアとの戦い、むっちゃ戦い発揮したら、むっちゃ強いってこと、確かに、軍事的には、でも政治的には、もしあかったよ、政治が優先やったら、目的は果たしたよ、グルジアの評判から成功したら、さ、今、アメリカ、最近、提供し始めたらさ、もう無理やったんや、多分ね、核世界とゴジラでいいじゃん、多分もうグルジアもウクライナも負けるよ、NATO も全滅するよ、もうぜひ負けたりとか、査定したら負けたり、負けましたよ、負けたりとか、おい、ポーランド、皆さん、そのほんとアメリカ戦争、移動してたんや、結構ね、更新ができる。なかなか、ね、修理は難しいから、修理は困難だからさ、時間かかるんや、修理は。そういうことで、いとでも日本も大事だと思うけど、もう自主開発してたよ。本屋見えばよ、昔の意識感情戦争作ろうと思って、だから難しいな、もう。変にあのアメリカ軍の訓練中のアメリカ軍の訓練中そう、もう俺もだよね、兵器だし、なかなか作れんだよ、難しくないんだよ、難しくないんだよ、俺もだよ、日本はほとんど船に大きいオーストラップグラムの外線とか、そういう現状ね、そういうことですね。これこれこれじゃね、これ宇宙船ね。宇宙船、この設計で曲がる。ね、こういう電車で曲がる。普通はね、そういうこと。まあ説明するとして、例えば、まあ、これが核弾頭。まあ、もう体育館に ICBM 本体だと思ってくる、
ね、今ね、逆に言うと何でもいいんやけど、どうなんやね。例えばこれがあの何でもいいんやろ、まあ、多分コップに見えるさ、ちっこいやつ、これぐらいのキャップサイズの大きさが核弾とか、うん、実際の実物はこんなもん。そう、あんな電車のこの幅以上のでっかいこの前線の覆い隠そうのな、うん、核弾とかやんな。これも中型なんやん、サイズ的に、うん、中型サイズだよ。ああ、日本はなかなか導入できない。別に国際法違反じゃなくて戦争法じゃなく、そう、こういう土地があんまりないっていうことが分かって、そう、次でそういうことや。逆にこれやがったんや、はい。じゃあ逆に言うと姫路方面が来る方面が良かったよ。赤石に乗ってる正解だよ。ああ、ちょっと俺明日も行こうかなと思って、うん、浜松に行こうかなと思って、ちょっとこれやめるわ。浜松行こうかな、ちょっと来週に検討するわ。そう、いいんや。もう元から東京、明日ね、ちょっと東京に行こうかね。ちょっとあのロシアの赤の広場なんか式典あるみたいなね、特別なイベントがあるって発表してたんでな、それ行こうかなって言った。あ、すいません、まあそういうことですね。ちょっと別の式典があるで行こうかなと思ってね。まあ検討中ね。これはもう帰ってからいいんで。でもね、あれ事業所あるやん、ああいう人たちね、現実見てないってことはそういうことや。そう、意外とここから多くなるね。逆に言うとあっちのこっち、あっちの姫路方面有利やってん。そう、で、ね、どんどん減っていくやん。まあここやったら多分安野方面まで減っていくな、ね、そういうことや。そう、ほんで、まあどこでもそうやけど、もし遅くなったら皆さんあの新大阪ね、在来線に乗って行って、ここから新幹線に乗ってもう帰った方がいいや。それでいいんや、間に合わなかった場合やで、場合やで、あれみんな帰りたいんやったらそれにしてくださいっていうのは俺ね。たまたまね、じゃあちょっと歩みに来たかったんだよ。まあ2時間以上かかるんだよ。さあここに来るのも結構か。ほんと意外ともね、赤字3時間未満で、2時間30分以上3時間未満で行ってびっくりやん。そう、さあまあまあもちろんね、そうです。以上です。はい、今大阪出ます。こういうことでした。以上です。